ファーストレディ、ファーストレディ、ファーストレディとは、一般に、大統領や、首相の夫人を指す後、または彼女らに対する非公式の継承である。ファーストは、トップの、レディは、高貴な夫人や女性を意味する。国家首脳が女性で、その配偶者が男性である場合は、という。元来、皇室や王室のないアメリカが州国大統領の夫人を指す、用語だったが、 米国の影響力が強まった第一次世界大戦後頃から世界中に広まり、今日では多くの国で大統領や首相の夫人をさすごして使われている。ファーストレディは私的には夫である大統領や首相の日常の暮らしを支えるかたわら、公的には首脳の非政治的行事に参加したり、首脳の外国訪問に同伴したりする。 首脳が外国訪問に妻を伴うのは、かつて王公が遠方へ出かける際には必ず日を伴った習慣の名残である。首脳が未婚だったり離婚している場合、また妻が病弱だったり、すでに死去している場合には、娘、姉、妹、嫁などといった首脳の近親の女性が、ファーストレディとなる。アメリカ合衆国では、大統領が在任中に妻と死別したため近親の、 女性が代役を務めたり、またその後大統領が再婚したりといった例がいくつかあり、このため、現大統領のドナルド・トランプが45目の大統領なのに対して、現、ファーストレティのメラニア・トランプは53人目のそれとなっている。なお、警備に関しては、ファーストレティには専属の護衛官がつくのが一般的である。また、日本、アメリカ、フランスなどの国では、 ファーストレディ専属のスタッフがつく。日本では内閣総理大臣夫人付き職員が存在する。総理大臣官邸内に当該職員専用の執務室を有しているとされる。現内閣総理大臣夫人の安倍昭恵に対して2017年8月現在外務省から非常勤で出向している3名の総理大臣夫人付き職員が存在する。かつては これに加え経済産業省から2名が常勤で出向し、計5名の体制だったが、批判を受け、見直され、2017年7月の人事でこの2名は、経済産業省に起任させられた。アメリカ合衆国のファーストレディは、首席補佐官を筆頭に、専属のスタッフが任命され、公務や政治活動を補佐する。またホワイトハウスのイーストウィングに、 専用のオフィスが設けられている。ただし、ホワイトハウスの心臓部といえるのは、ウエストウィングである。なお、ヒラリー・クリントンは、ファーストレディ時代、例外的に、ウエストウィングにオフィスを構えていた。フランスでは、ファーストレディは、プリミール・デーム、プルミエール・ダムと訳され、非公式な立場であるが、歴代のフランス大統領夫人は、大統領官邸、エリゼ宮殿内に、 複数人からなる作業地位を有していた。現フランス大統領のエマニュエル・マクロンの妻、ブリジット・マクロンは2017年8月の時点で4名のスタッフを雇っている。エマニュエル・マクロンはフランスのファーストレディに対し公的なポストを創設し、夫人専用の事務所とスタッフを設置することを提案しているが反対運動にあっており、2017年10月時点で 反対の陳情に三十万人以上の二署名が集まっている。新国家アメリカ合衆国の元首にして、行政府の長である民によって選出された王の故障は、合衆国憲法によってアメリカ合衆国大統領と定められていた。初代大統領のジョージ・ワシントン以来、大統領の伴侶である大統領夫人の故障は長らく存在しなかった。そのためワシントン夫人のマーサは、レディ・ワシントン、 次のジョン・アダムズ大統領夫人のアビゲールは、ミセス・プレジデント、または、ハー・マジェスティと呼ばれ、初期の大統領夫人の中には、プレジデントレスなどという造語で呼ばれるものも多かったなど、用語に著しく一貫性が欠けていた。ファーストレディという表現の初見は1849年で、第3代、トマス・ジェファーソン大統領と第4代、 ジェームズ・マディソン大統領の2代16年にわたって、ホワイトハウスのホステスを務めたドリー・マディソンが死去した際、その葬儀の席上時のザカリー・テイラー大統領が読み上げた長辞の中に、She will never be forgotten because she was truly our first ready for a half century とあったのがそれである。また1863年には、 イギリスのタイムズ指揮者が南北戦争の戦争特派員として対米していた時に見分したことを綴った手記を出版しているが、その中にエイブラハム・リンカーン大統領夫人のメリーに関してルフしていた風説を紹介したくだりがあり、そこでマーサのことを、カンサーニング・ザ・ファースト・レディ・イン・ザ・ランドと言い表している。これが、 ファーストレディという語が現大統領夫人に使われた発令である。ファーストレディという語が大統領夫人の故障として定着するは実に20世紀初頭になってからのことだった。1911年に劇作家チャールズ・フレデリック・ナードリンジャーはドリー・マディソンを題材とした喜劇ザ・ファーストレディ・イン・ザ・ランドを書いたが、これが大ヒットとなり、 新聞の劇表などで取り上げられたため、以後広く、一般にも知れ渡るようになった。第一次世界大戦後、首都ワシントンで、外国首脳夫妻を招いての公式行事が行われる、ことが多くなると、ホワイトハウスでは、大統領夫人との釣り合い上、外国首脳夫人に対してもファーストレディの故障を用いるようになり、ここからこの後が、世界に広まっていった。今日では、 新聞紙面やニュースの中で使われる用語のみならず、大統領府や首相府が公式、非公式の席上でこれを使用している国も少なくない。なお、ファーストレディという英語の表現は、英語圏以外の国でも翻訳せずにそのまま、ファーストレディという形で使われることが多く、国際語的な一面を持った表現ともなっている。 アメリカ第三代大統領のトーマス・ジェファーソンは1801年の就任時には妻と死別していたため娘のマーサ・ジェファーソン・ランドルフをファーストレディとしていた。しかしマーサにも家庭があり、また外交儀礼や社交術が物を言う時代、主婦とファーストレディの掛け持ちには体力的にも厳しいものがあった。そこでジェファーソンは国務長官ジェームズ・マリソンの妻で 親しい友人でもあったドリーをもう一人のファーストレディとしてホワイトハウスに常駐させた。ジェファーソンが2期8年で引退を表明するとその後継に出馬して当選したのがこのマディソンで彼も大統領を2期8年務めている。したがってドリー・マディソンは親族ではないファーストレディ唯一のケースであり一人の大統領に対して同時に存在した 二人目のファーストレディであり、二人の大統領を支えた二代にわたってのファーストレディであり、唯一のケース、16年間もホワイトハウスを生活の基盤とした最も長いファーストレディとなった。そしてこのドリー・マディソンが、ファーストレディという故障の語源と歴史にも大きな役割も果たしていることは前述の通りである。 20世紀になって、世界各地に独裁的長期政権が誕生すると、強烈な個性と政治力を持った、ファーストレディが登場して、時に使命を賑わせた。そうした中には、その人気から政権に、多大な安定をもたらした者、エヴァ・ペロンや、逆に、不人気から国を傾けてしまった者、夫から副大統領指名され、その死後自ら、大統領に昇格した者、イサベル・ペロンや、 逮捕されて、死刑判決を受けた者まで様々なファーストレディがいた。では、世界最強の男と言われるアメリカ大統領の夫人はどうなのかというと、その一貫して控えめな姿勢は意外なほどで、政治に妖怪するようなファーストレディはこれまでほとんど存在しなった。唯一の例外がウッドロー・ウィルソン大統領夫人のイーディスである。 第一次世界大戦の戦後処理や国際連盟の設立などに奔走していたウィルソン大統領は1919年9月25日に過労で倒れ、さらに10月2日には脳梗塞を発症した。この結果、ウィルソン大統領には左半身不遂や左側シア欠損、言語症などの障害が残ってしまい、実質的な執務不能状態に陥った。しかし、 大統領府は大統領の執務不能という事態を取得し、副大統領や議会関係者を一切ホワイトハウスに近づけさせず、以後長期にわたっていいですが、すべての国政を決裁した。こうした事実が明らかになったのは実に、ウィルソンの死後になってからのことで、これが後の大統領権限継承順位を明文化した憲法をおむ第25条制定への伏線となった。 ホワイトハウスを去った後に公職に就いたファーストレディもこれまでに2例しかない。1946年から1952年までアメリカの国連代表を務めたエレノア・ルーズベルトと2001年1月から2009年1月まで上院議員を務め、その後オバマ政権の国務長官に就任したヒラリー・クリントンである。この二人は共に最強のファーストレディと呼ばれたが、 夫のフランクリン・ルーズベルト大統領の死去後陰性しようとしていた矢先に壊れて国連代表に就任したエレノアと夫のビル・クリントン大統領が当初から一つ分のお値段で二つ分の追い得と表し全幅の信頼を置くアドバイザーとして閣議にも臨席させたヒラリーとはその内容が大きく異なる二千八年の大統領選の民主党予備選にも出馬して歴史的激戦を戦い抜き 2016年の大統領選では民主党の予備選を勝ち抜いて合衆国史上初の2大政党の女性大統領候補となったヒラリーはアメリカのファーストレディとしては出職の存在であることは間違いない。先代のファーストレディ、ミシェル・オバマはアイビー・リーグの名門プリンストン大学を卒業後、南韓ハーバードロースクールでホーム博士号を取得。 その後弁護士資格を得て、シカゴの法律事務所で職を得たのを皮切りに、シカゴ市役所企画開発部門の副委員長、非営利組織、パブリックアリス、シカゴ市局事務局長、シカゴ大学学生サービス部副部長、シカゴ大学病院地域部門部長、後地域障害担当副委員長、トリーハウスフーズ、インク、社外取締役、シカゴ国際関係会議理事などを歴任した。 キャリアウーマンだ。ホワイトハウスに入る前に、このような専門職を持ち、自身で独自のキャリアを歩んでいたことがある。ファーストレディも、このミシェルと前日のヒラリーの2名のみである。1975年から1986年までのサモラ・マシェル・モザンビーク大統領夫人、グラサ・マシェルは1998年、当時の南アフリカ共和国の大統領ネルソン・マンデラと再婚したため、 史上初の二つの国のファーストレディを歴任した人物になった。アルゼンチンの大統領クリスチナ・キルチネル在任2007年2015年は、夫のネストル・キルチネル大統領在任1991年2003年の後継者として立候補して大統領になった。クリスチナはそれまでも国会議員を務めており、州知事だった夫より中央政治のキャリアはあった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。